下書き掲載ってジャンプでは特別珍しいことではないの。に対するみんなの反応集。それではどうぞ。今呪術やワンピが話題だけど、銀魂なんかでもあったと聞いた。あの書き込み量を習慣でやるのは普通に考えて無理なんよ。習慣って人を殺す悪いシステムなのでは。読者が習慣発売の概念に慣れきってしまったせいで地獄のシステムと化している感はある。作家もそうだけど編集もクソ忙しいだろうし。下書き掲載といえばハンターハンターでしょ。ハンターは今の10話掲載して長期救済形式をやるようになる前は未完成原稿が載るのが基本みたいな感じだったぞ。下書き掲載もあったし、そうでなくても背景真っ白とか珍しくなかった。絵より文章量のがやばいかいなかった。大量の文章でコマとページが埋め尽くされてるやつ。様々な作品でちょくちょくあるよ。多忙になりがちプラス下書きでも載せられる人気があるという理由で売れてる作品に多いイメージ。銀魂も結構何回も下書き掲載してたな。褒められることではもちろんないが、たまにやらかす人はいるぐらいの認識。ハンターはやりすぎて制作体制として崩壊してるだろって言われてた。たまにある分には気にならんが、ハンターはマジでネームそのままみたいな掲載になってて、さすがにどうかと思った記憶でも、今はそれでいいから連載してくれと願ってる。いろんな意味でいいことではないけど、売れっ子の下書きが見れるのはちょっと嬉しい。ファン心。長期連載組は年2回くらい下書き掲載して単行本販促するくらいでちょうどいい説。単純に鉛筆書きぽいのに線を重ねてる荒いラフ画だから絵がうまく見えるし、それが第一線を走るジャンプ作家の絵だからすげえ感ある。ナルトとか今でも切り抜いて持ってる。こち亀一回も下書き掲載なしとか聞くとひたすらすげえなという気になるようになってしまった。分量してるのもそりゃあるだろうけど、それでもやりきったのはすごい。こち亀は1話完結のギャグ漫画のネームを毎週1日で仕上げていたのが化け物すぎる。つい最近もワンピであったから仕方ないというか、どんだけ透け感徹底しようが習慣ってやっぱきついのよね。ワンピとかハンター呪術クラスだと大剣読み切り代わりに載せて自習100の完成品載せるぐらいなら未完成でも救済しない方がマシって判断あるんだろうな。マジで売れる部数が変わるらしい。下書きの段階から描線に迷いがない漫画家は本当に絵が上手いんだろうなとなるから、その辺を見れるのは意外と悪くはない。岸影とかすごい迷いのない線引くね。やっぱ長年やってる漫画家たちは書き慣れてる感があるね。一周回ってそんな演出なのかと思ったくらいにはないようにやってたな。この回ワンピの場合、時々ある線がガタガタしてる回の方がなんか荒れてんなって思う。魚先生は下書きだけどある程度作品として成立するように大事なカットは鉛筆で演出入れてるっぽくて、感心した。できる範囲で最大限の努力してくれたんだなって。この話は本誌で読んだはずなのに気づかなかった気がする。下書きとは読んでた時は全く気にならなかったな。この時言われるまでそういう演出なんだと思ってたわ。これはもはや上積みというより、下書きを演出に昇華させた何かに見えるクマが儚げに書かれてるとしか思わん。ワンちゃん単行本でしっかり書かれてもこっちの方が好きになるまである。ごく稀に下書き絵とその時の話が奇跡的にマッチする時あるよね。ジャンプじゃないけどこの人とかかなりうまく管理してるんだなぁと感じた。原作者との分業性っていうのもでかいんだろうけど、わつきも迷い線少ないなと思った記憶がある。習慣は確かにきついシステムではあるけど、じゃあ足並み揃えて一斉に全部月刊とかに変えることができるのかという気持ちも。だから今の看板クラスのワンピ、呪術、ヒロアカが救済を持ち回りみたいに交互にしてる。実際ワンピと呪術とヒロアカなしジャンプは売り上げ変わりそう。ブラクロは下書き時点でかなり綺麗だったな。漫画家がどんな風に漫画描いてるのかが少し見えてくるから、下書き掲載は割と好き。ただ単行本買わない人から不満が出るのもわかる。ダビのこのシーンは下書きの方が迫力すごかった。ホーリーは元の画力が高すぎて下書きが下書きしてない。
結構作業工程の違いだったりが垣間見えるな。芥見空知あたりは迷い線のままの下書きなんだなとか、その二人は逆に迷い線だらけなのが味出てて良いってなるタイプ。ミスフルも下書き掲載一回あったけど、巻末コメントでめちゃくちゃ謝ってて好感持てたわ。下書きが仕方ないって環境にしたらダメよ。ワートリはゴリゴリのプロがこんな初心者用の本に載ってるようなあたりの取り方してんのかってびっくりしたな。ブラクロはそもそもネームの段階でかなり書き込むタイプだからな。そら時間もかかる。下書きどころかネーム段階あえなしで連載してたモサもいたし、腰が死んで習慣じゃなくなったけど。ハンターハンターはコアラとカイトのやりとり前後が単行本でも全く変わってなくて笑ったわ。もうアリ編に関わりたくなかったのかな。内藤先生はトライガンでタイもメンタルも焼き切れて結界でこっちに来る際期間にしたんだっけ。下書きにも段階があるキャラの配置を大まかに決めただけのあたりと、ほぼペン入れでなぞるだけの段階までし、下書き掲載の場合も作者がどこまで進めた下書きかはその時によって異なるだろうから、単純にその時掲載された下書きのクオリティで比較できるもんでもないぞ。仕上げが綺麗な漫画家はやっぱり下書きから几帳面だな。そもそも何回も同じ絵を描く工程とかよっぽど絵が好きじゃないとやれない。作画って突き詰めるといかに丁寧にやれるかなんだろうな。結局仕上げの丁寧さが見やすい画面にもつながるし。下書き書いてないって言ってるのは鳥山明だっけ。ネームがこれだからなぁ。異常にうまいよやっぱ。改めて化け物だギャー。80年代後半90年代ぐらいが一番意味わかんねえな。さらに昔に遡ると書き込みがシンプルだし、今はデジタル技術や画材の幅かなり広がってるけど、アナログで背景も全て手書きで、今と同等か劇画調な分それ以上なクオリティの書き込み量で、しかも定期救済の体制すらなかった時代があった。信じられん。当時は今と違って睡眠時間がなかったから、北斗はそりゃ書いてた記憶もなくなるわって過酷さが容易に想像できる。荒木がリテイクで集英社に呼び出された時にゆで卵が会議室に監禁されて漫画書いてた話好き。ハンターは下書きどころかネームみたいな回もあったけど、それでも面白いと思ったもんだ。すごい人はすごい。下書きは下書きで面白いし、週刊連載のライブ感として受け入れられるよな。あんま続くとあれだけど、同じ下書き掲載でもみんな冨樫を見習うべき、ちょっとくらい頑張った絵にしようなどという悪あがきはしない。確かディーグレのクロスマリアンが出た回かなんかが全下書きでおおってなった記憶がある。ディーグレは特に絵にこだわってたらしいから、なんか下書き多かったよな。俺は好きだったけど。鬼滅は下書き掲載は一度もなかったね。省エネ作画はやってたけど、あの人も何気に救済なしっていう化け物だからな。オダッチの熊過去回想は多分本当にギリッギリまで悩んでメショメショに泣きながら書いたんだろうなってのがわかる。重要な部分にだけはペン入れしてあって、下書きのところも熊の記憶もショックで曖昧になっちゃってるとか想像できちゃうのがすごい。というかオダッチの原稿落としたのってこの回以外にある。週刊連載にあの書き込み量に山ほど仕事抱えてるだろうに、そういうの聞いたことないんだが。荒木先生でさえ7部以降は月刊シフトしたのにってこと考えると、あの画力維持してた譜以外の漫画も書いてる猿先生凄まじいな。やっぱこういうのってネームというかネタ出すのに時間かかって間に合わないのかな。カラーとか単行本作業とかアニメ監修とか人気作ほど様々な追加ワークが発生するから、どこかで無理が出る。救済したからって別に休めてるわけじゃなくって上記の仕事をやってるパターンが多い。ネームとペン入れは人海戦術でどうにもできない領域なんで、基本的にはそこが大きい。銀玉もネーム遅いことで有名だった。バスタード萩原和志というレジェンド、うますぎて冨樫の心へし折ったけど、恋のキューピッドも下のも好き小説版で完結させるって言ってたけど音沙汰さない。下書き以下の別の何かを書いていることもあったけどな。確かフォント文字だけでコマが埋まってたことがあったな。コミックではちゃんとしてたけど、あれ見た時はさすがにヤバいなとは思った。
フォントっつうか思いっきり手書き殴り書きのト書きみたいなので数ページ埋めてたんじゃなかったっけ。いいことではないし休んでほしい気持ちはあるけど、これはこれでちょっと盛り上がるやつ。20代ならともかく体力的にも無理かあるよな。今はメディアミックス系の雑用も増えてるし、キャプテン翼は雑誌連載完結させて、今後はウェブでネーム形式での不定期連載に変わった。下書きと一言に言ってもとりあえず人物や物の配置を書いたもの、細かい衣装や表情なども書き込んだもの、そこから余計な線を省いたペン入れ直前など段階があるんよ。たまにどっかの段階すっ飛ばしてペン入れする人もいるけど、夜桜とアンデラにはそういうのないから、やっぱりメディア監修が負担になってんのかな。ワンピースのジニーからの最後の通信のシーンは熊の心情を表すそういう演出かと思ったな。場面の雰囲気が合っていたのもあったが、下書きの時点で迫力があって尾田先生すごいなと改めて感じた。いや、肯定的な意見謎すぎるだろ。納期守らないとか鼻クソでしょ。守れる納期だったのかっていう要素もあるから肯定はしないが、君のように頭ごなしに否定するものでもないかな。週刊連載が大変なのは事実だし、原稿を落とすのもまあ仕方ないかなとは思ってるけど、仕方ないと思ってるからこそ下書き掲載はやめてほしい。売り上げがとかそこまで思んばかってやる気まではない。元請けさんはいつもそう言うね。納期に無理はなかったかという話もあれば、書いてるのは人間なんだから体調の問題もある、印刷所の人間がギリギリまで待たせやがってとか文句言うならわかるけど、昔はこういう意見優勢だったから反動が来てるんじゃね。自分が働き出したら納期のシビアさを実感するにつけ責められなくなったとか、誰しも自分の物差しでしか語れないものなので、理想論だけで現実は回ってないのよ。納期守る守らないは出版社と漫画家側の話なのであれだが、雑誌という商品を売るという観点から見ると、お客さん読者に未完成の商品そのまま売ってそれっきりって商売として普通許されるもんではないよな。未完成分だけ値段下げるとか、完成版を後から送るとかのフォローが何もないし、仕事量が週によって変わるのに納期が一定なのがおかしいんじゃないですか。鼻クソとまでは言わんけど、プロならちゃんと仕上げろと思う。仕上げられないでぶつ切り掲載が常態化するなら月刊か期刊に移れと言いたくなる初めの一歩。移れとまで言わなくても月3とか各週、月1とかやりようはあるだろうにね。漫画アプリのぶつ切りで配信される漫画みたいだわ。ああいうのって編集の手間が無駄にかかって大変、送信人の大腹枠掲載チャンスにはなるんだろうけど。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。